アナキンだ。よし、今日はこのカラカラ砂漠でも練習しておくか。よし、くぜい。さあさあ、カラカラ砂漠な。ここなかなか難しいところではあるけど、練習さえしておけば絶対に勝てるようになれるからな。よし、いいぞ。さあ、おお、サンボがいるからな、気をつけないと。さあ、サンボが曲がってる。おお、危ない危ない危ない。サンボにぶつかるところだったな。あ、こういうところにもジャンプ台があるのか。なるほどね、こういうところを使っていくのがこのマリオカートのまさに必須事項、大事なところだね。うわー、ここがね、ここら辺が危ないからな。本当にどっちから行くって話だよね。右がいいのか左がいいのか、ここら辺も迷うところだな。しかし、あれ、ちょっと待って、今ちょっと気づいたけど、ルイジいるじゃないか。ルイジ何してんだ、あんなところでずっと止まってるぞ。え、何かあったのか、ルイジ。とにかくこの池を抜けて行くか。カラカラ砂漠っていうのにここにオアシスがあるなんて本当にいい場所だ。あ、いたいた、ルイジだ、ルイジ。何やってんだ、ルイジ。おい、ルイジ。あ、兄さん、ちょっと困ったことがあって。どうしたんだ、ルイジ。こんなところで何やってんだよ。練習してたんじゃないのか。いやー、それがさ、どうも僕のカート壊れちゃったみたいで。壊れてる？なんだよそれ、どうなってんだ。ちょっと俺が見てやろうか。ごめんね兄さん、ちょっと見てくれる？よし、じゃあまず俺はカートから降りるな。よいしょ。いやその、ちょっと待って兄さん、降りるって言ってもカートにも乗ってるじゃないか。そう、仕方ないだろ、だってカートと俺は一心同体だ。降りるって言ってもくっついてるから降りれないからな。まあとりあえずこっちで降りてるような感じにしてるからいいだろ。それじゃあまあとりあえずそれで見てもらえるかな。了解、ちょっと待ってろ。ルイジのその車のどこがどうなってんだ。なんかね、ちょっと調子が悪くて走らなくなっちゃって。そうなのか。あ、ちょちょちょ、兄さん、ほら様子を見ないと。ちょい、仕方ないだろ、ルイジも降りれないんだろ、そっから。まあそうだね、確かに僕もくっついちゃってるから降りれないんだけどね。待ってろ、ちょっと様子を見るかな。あー、なるほどね、マシンパーツの調子が悪いんじゃないか、もしかして。あー、そうなってるのかな。ちょっと待って、もうマシンパーツよりも自分の調子がどうなってるかよくわかんないよ。まあとりあえずそうだな。なるほどな。まあぶっ壊れてるんだよな。壊れてんだな、ルイジのが壊れてんだよ。やっぱりそうなんだ、壊れてるんだね。僕の車壊れてる、ルイジ壊れてる。どうするよ。いやー、そうなんだけど、僕にちょっと心当たりがあって。なんだそれ。とりあえず兄さんもカートに乗らない？そうだな、これじゃあややこしいな。後ろにもマリオ、こっちにもマリオ、どっちが本物のマリオだっつっていう話だよな。で、なんだその心当たりっていうのは。いやー、兄さんまだやってないと思うんだけど、 150cc のキノコカップレースに出場してもらえるかな。で、俺が出場してどうすんだよ。そこに勝ってマシンパーツをゲットしてきてほしいんだよ。それで修理ができるはずだから。あー、なるほどな。俺がそのキノコカップ 150cc はまだやったことないけど、それで優勝すればルイジのそのカートが直せるってわけだな。そういうことだよ、頼むよ兄さん。いやー、そうか。でも俺 150cc はまだやったことがない、初めてなんだけど大丈夫かな。大丈夫でしょ兄さんなら、そんだけマリオカートやってきたんだから兄さんならできるよきっと。了解。何としてでもそのルイジのマシンパーツ、まあルイジのマシンパーツかわかんねえけど、ルイジの修理できるパーツを手に入れれば直せるってわけだな。そうすればお前もまたそのカートに乗ってレースができるわけだ。そういうことだよ、頼むよ兄さん。任せとけ、ルイジはそこで待っとくんだ。その修理パーツを何とかして手に入れてくるからな。ありがとう兄さん、ごめんね本当に。大丈夫だ、俺の腕にかかってるが俺が何とかしてくる。よし、じゃあ行ってくるなルイジ。なんとしてでもルイジのパーツをゲットしてあの車直してあげないとな。行くぞ。よし、ルイジのためにもこの 150cc のキノコカップに優勝して修理パーツを手に入れるんだ。ここはハイスピードだからな、初めてだぞ。いけるかマリオ。さあ、もちろん俺だ、マリオで行くぞ。そしてこのマリオカートスタジアムから始まるキノコカップに挑戦だ。レースを始めますか。 OK、 任せろルイジ、俺が何とかしてマシンパーツをゲットしてやる。キノコカップマリオカートスタジアムから始まるこの 150cc だ。レースはこのメンバーだ。さあ行くぞ。さあ行く、これでオッケー、ロケットダッシュ決まった。さあ行くぞ。おっ、クッパもいるのか。ここで俺が負けるわけにはいかないんだ、ピーチ姫まで。うわ、赤コーラを持っている。
今ピーチ姫の前に出ると大変なことになるぞ。どうすればいい？ここの見切りが OK。 ピーチ姫が今前の、なんだあれは、動物の森のキャラクターに当ててる。今がチャンス。 OK。 1位、ここで1位を獲得していきたい。さあこの緑のコーラを持ってなんとか逃げ切っていくぞ。ここからはまだ一周しかしてないけど、抜かれるわけにはいかない。俺は優勝を目指している。さあここのダッシュ板に乗ってガンガン行く。よし、さあ今回の参加者は、おっと、メタルマリオにキノコマリオ、マリオがいっぱいいるじゃないか。おかしなことになってるけど、俺が普通のノーマルマリオだが、ノーマルといっても負けるわけにはいかないからな。さあいいぞ、今のところぶっちぎりの1位。 150cc っていうのは結構初めてだったが、そんなに難しくないのか。さあどうする、みんな俺に勝たせていいのか。ここでサンダーか。やるな。一体誰がサンダーを落としたんだ。後ろの方のキャラクターだな。そんなの関係ない、俺は今ぶっちぎってるんだからな。さあコインをゲット。コインもね、スピードアップのためには必要になってくるからな。これも大事だ。よし、最終ラップ、まだまだいける。これはぶっちぎりだな。 150cc でも全然いけるじゃないか。いいぞマリオ、ルイージのためにも頑張れ。兄貴の力見せてやるぜ。さあバナナがちょいちょい落ちてるけど、気をつけていけ。さあこの記録を取っておこう。キノコダッシュでゴーゴーゴー。さあこれはゲストの炭が邪魔くさいけど、ここのジャンプ台で関係なくなるはずはずだったが、なくなってない。 OK、 これで赤コーラを、おー、いいぞ、バナナ防御効いた。さあここでゴールフィニッシュ、ぶっちぎりの1位じゃないか。これなら難なくいけそうだな。ピーチ姫に村人、クッパまでいるのか。メタルマリオにタヌキマリオ、マリオだらけだが、次のレースにレッツゴー。さあ第2レース、キノコカップウォーターパーク、水の中を走り抜く、そういうコースだな。 150cc、 ここもぶっちぎっていけるか。マリオ、油断は禁物だ。みんな強敵だからな。もちろんロケットダッシュを狙って、レッツマリオゴー。おっと、ピーチ姫のロケットダッシュが俺のカートにぶつかってきた。なんてこった、やるじゃないかピーチ姫。さあこの食らってる、食らってくれ。ダメだ、俺の赤コーラをうまいことあのバナナでかわされてるけど、よし、今のところ1位を取ってるぞ。いいぞ。おっとピーチ姫が、なんてこった、まさかピーチ姫にこんなにデッドヒートされるとは。いかん、ここで負けるわけにはいかないのに。ああ、なるほど、ジェットストリーム、いい技だ。俺の後ろから、まさか、危ない、まさかのバナナ攻撃もうまいとこついてくるな。やばい、村人も迫ってきている。 150cc を舐めていた俺のせいだ。ダメだな、これではまだまだレースは始まったばかりだ。ここで負けるわけにはいかない。おっと村人が来てるな、結構なスピードだぞ。いかん、マリオ何をしている、やばいやばい、操縦がちゃんとできてない。おっと、クッパまで来てる。このままではいかんぞ。3位、これではいかん、1位だ、優勝しないといけないのに。どうするマリオ、おお、ここでサンダー、相変わらずサンダーが誰か使ってくるな。よしぞ、クッパとピーチのまだ順位は捉えている。ここで逆転していければ、ピーチ姫は踏ませてもらった、すまないね。クッパが邪魔してるのか。何をやっているマリオ、こんなところで我が輩に勝とうとでも思っておるのか。そりゃそうだな、マシンパーツはいただきたいんだ。マシンパーツ、何を言っておる、優勝したら優勝トロフィーがもらえるだけだぞ。それは分からない、マシンパーツというか、それでなんとかなるみたいだからな、ルイジがそう言っていた。さらばだ。よし、とにかく今は1位を独走していけそうだ。いやダメだ、まだピーチ姫が後ろについているのか。今回のピーチ姫はなんで強いんだ、穴に。このままでは優勝ができない、やばい、ピーチ姫が赤コーラを持っている。これは絶対に OK。 いいところでこのバナナバリア発動、いいぞ、このままぶっちぎっていきたい。さあこれが最終だからな、頑張れマリオ。よし、ナイスグラインダーでゴール、よかった。ピーチ姫が迫ってきてたな。クッパも俺のことを邪魔しに来てるし、
まだまだ気が抜けないぞこのレース。さあキノコカップ3コース目はスイーツキャニオン。美味しそうなお菓子の場所だけれども、レースはそんなに甘くないかもな。さあ行くぞ。ピーチ姫が好きそうな場所だな。ここでピーチ姫に抜かれるわけにはいかない。ヨッシーたちも見ているし、ロケットダッシュを狙っていく。さあレッツゴー。ここでロケットダッシュをしてピーチ姫、おっとクッパか。バリュー、バゲハイト、いい勝負しようじゃないか。抜いてた。さあいい勝負してる場合じゃないんだよ。ここはすごいな。ウォップレ、ありゃクッパが投げてきたな。とんでもないな、神のクオラ投げてくるなんて。ここでバゲハイト、デッドヒートだバリュー。いやそんなわけない、俺は絶対に1位を取りたいんだ。いかん、クッパを見失ってる。うわやるな。みんながここら辺に来ると順位が落ちると逆にアイテムの魔の手が襲ってくるぞ。さあまずいぞ、クッパはそこにいる。なんとしてもクッパを抜いて1位を取らないと。今回はピーチ姫はいたな。ピーチ姫もいるか。あーやばい、間違えた、赤甲羅に当たってしまった。さあ4位、まだまだ順位はあれだけだ。まだ見えるぞ、1位のクッパも見えている。まだなんとかなるだろう。さあ1位を取れるのか。頑張れマリオ、頑張マリオで行くぞ。さあピーチ姫は捕らえた。うわーなんてこった、ここで赤甲羅食らってる。これはまずいぞ。よしクッパを捕らえた。そしてピーチ姫もいる。やっぱりピーチ姫が1位なのか。あれはブー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 、やばいな、これは使ってこなかった。オッケーナイスだと思ったのに、俺もなんてこった。ここでバナナを踏むなんて。よしピーチ姫をなんとかかわしていきたいところだが、なんて速さだこのいいスピード感が、まさにデッドヒート。面白くなってきたじゃないかピーチ姫、抜かせてもらいたいところだが、おっとお菓子の道がおかしなことになっていて、わけがわからない。よし赤コーラは俺じゃなかったみたいだけど、やばい、ここでアイテムを取れないのはきついぞ。さあここら辺から動物の森の村人がいる。危ないな、近いよ、赤コーラじゃない亀のコーラ、緑コーラが当たりそうだった。よしなんとかしてここでドリフトで抜けない。さあどうするマリオ、ここでダブルアイテムで3位だから逆にいいアイテムが出るかもしれない。これをよし、ファイヤー、ファイヤーか、ファイヤーアタック、当たんないか、ピーチ姫に当たれ、ダメだ当たらないけど、今俺はキノコを持てる。このキノコを大事に使えば、うわー1位のキノコー、なんてこと、ここで食らうか、これは痛いぞ、やばいな、これは勝てないぞ。さあ1位は取れなかったが、この優勝カップだけでも取らないといけなくなった。大変なことになっている。まだ今のところ1位だが、次のレースで負ければ1位じゃなくなってしまうぞマリオ、瀬戸際だ。最終レース、キノコカップドッスン遺跡、ここで1位を取らなければ、1位を取らなければトロフィーがもしかしたらなくなってしまうぞ。さあ気が抜けない、さすがだな。ファイナルレース、やはりマリオカート、アイテムによって順位が、あーこんなところでまさか演出してしまうとはな。まだまだレースは始まったばかりだ、いくぜマリオ、俺の実力はこんなもんじゃないはず、いっけー。さあここは下からのルートで行くか、ドリフトしながら、近い方はいいんだよな、ここは下の方が小回り効くってか。よし上から、上からじゃない、水中ゴー。さあ行くぞ、容赦なく行こう、行け行け、ここら辺はな、ドッスン遺跡、ドッスンに気をつけないとな。よし、綺麗にアイテムを取って、さあドッスンのここは危険すぎる。さあこの近道行けない、落ちた、これはいかんぞ、落ち着けマリオ、あまり狙っていくと大変なことになっていくぞ。よし、いいジャンプだ。さあ行くぜ、ここだ、近道ルートがあるんだよ、ここにゲッパー、うわ早いなあのルートでもやっぱりキノコを使わないといまいちスピードに乗らないのか、やばいな、クッパが俺の目の前に、あーアイテム取られた、クッパが俺の目の前にずっといるんですけど、ずっといるな、どうしたらいいんだ、あのバナナを落としてくるかどうかが怖い、うわー
シュ黒ネギアップレーなクッパだがあのクッパなかなか俺を邪魔してくるぞいいところで相手も取りたいああうまいことあっち行けるのかクッパやるなさすが 150cc そんなにマジボム兵これはまずいぞこれが最終ラップなっつうのに何してんだよマリオやべやべバナナしかないしここで抜いていかないとさあクラエクッパ当たんねえかここは逆にこっちから行ってみよう危なかったかもファイヤー投げてきてたしよしオッケー真ん中ルートがいたゴーダッシュマリオグラインダー今のところ1位なんとか1位くらいついていけここは気を抜くなマリオ気をつけろミスはやばいぞ痛恨のミス本当にやばいからやばいここでこっちに行こう安全対策ゴーマリオグラインダーダッシュできずここで赤コーラやばいんじゃないのあー抜かれた1位目にマジで2位ですけどこれはどうなる負けたんじゃない負けたーマジでドヒャーだねまさかの負けたこれは痛すぎだろういやーキノコカップ 150cc まさかのピーチ姫に取られるっていうアクシデントですよこれなんてこったまあでもピーチ姫が勝ったってことはそうかピーチ姫に聞いてみよういいじゃないかピーチ姫だからピーチ姫が勝ったんだからクッパじゃなくてよかったピーチ姫すいませんうふふやったわまさか私が優勝できるなんてマシンパーツもゲットできたしピーチミラクルプリプリテンションアップよピーチ姫すいませんどうしたのあ、わかったわ私が優勝して悔しいんでしょマリオいやそれもそうなんですけどちょっと一緒についてきてほしい場所があってそうなのはいちょっとルイジのところにわかったわ一緒に行くわありがとうございますおーいルイジルイジあ兄さんでピーチ姫なんでいやちゃんとキノコカップ 150cc 優勝してきたぞピーチ姫が優勝しちゃったえ兄さんじゃなくてピーチ姫が優勝したのそうなんで俺2位になっちゃって負けちゃったんだよ本当に何やってんだよ兄さんまあでもピーチ姫が間違いなく優勝してマシンパーツもゲットしてきてくれたから問題ないだろ修理してあげるよじゃあよろしくねいやこれで元通りだなルイジよかったなよかったよかったしかし俺もまだまだだな練習が足りないよそうだよ兄さんマリオカートって名前なのにもうこれじゃピーチカートになっちゃうよ本当にちゃんとしてくれよしかしピーチ姫早かったですねいつでも早いわよさすがですまだまだ頑張るぞよしルイジ一緒に頑張ろう了解兄さんブーンノットノット私もマリオに負けないように料理頑張ろうっと料理かーい料理かーい危ない危ないまたカートをぶっ壊すとこだった待って兄さん面白かったらグッドボタンチャンネル登録よろしくよろしく他にもアナケナの動画いっぱいあるんで見てね見てねバイ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 アナケナ